はい、こんにちは、クリエイターズジャパンの佐原舞です。今回なんですけど、皆さんアドビ製品のフォトショップってご存知でしょうか。まあ、画像を作成することができる、ソフトになってくるんですけど、今回、そのフォトショップを使って、こんな感じの、簡単な YouTube のサムネイルを作成する方法を、ご紹介したいと思います。実際にやっぱりそのフォトショップいいよっていうふうに言われても、なんかこう見た感じ、どういうふうに使っていいのかやっぱりこう分からないっていうふうな方いるかもしれないんですけど、本当にフォトショップって結構さまざまな機能があるんですけど、結構使う機能っていうのは本当に限られたものになってきますので、今回少し画面を共有しながら、フォトショップの、どういうふうな機能があるのかっていうところと、さっきご紹介させていただいた、画像を、作る方法について解説させていただきますので、ぜひこれからフォトショップを使っていきたいというふうに思っている方は、今回の、動画を見ながら、ぜひ一緒に進めてみていただきたいというふうに思っております。であと、画像を編集する際もそうなんですけど、今この動画を編集しているプレミアプロという編集ソフトがありまして、そのこういうふうなテロップを入れる時でもフォトショップを使う時っていうのがあったりしますので、何かこれからクリエイティブなお仕事ですね、画像作成したりとか、動画編集をしたいというふうに思っている方は、このフォトショップの簡単な使い方は習得しておいた方がいいと思いますので、ぜひ今回の動画を最後まで見ていただいて、しっかりこの編集の方法をマスターしていただければと思います。それでは実際にフォトショップの画面を共有しながら、解説させていただきます。それではどうぞ。でまずですね、皆さんこちらフォトショップを立ち上げることできておりますでしょうか。こちらを立ち上げることできましたら、次にこちらの新規作成を選択してください。はい、でこちら、そうすると新規ドキュメントが立ち上がるんで、次にこちらの、プリセットの詳細っていうところを見ていただきたいです。で今こちらが、名称の未設定位置っていうふうに書いているんですけど、この部分は何か作成したい、画像の、名前を選択し入力していただければ大丈夫です。今回サンプルで行いたいと思います。で次にですね、この下の部分に、幅と、高さというのがあるんですけど、こちらはどのサイズで、画像を作成したいのかっていうのを、指示するところですね。例えば、何かプレミアプロの素材を作りたいっていうふうになった時は1980の、高さ、1080ピクセルで画像を作成してください。で、YouTube のサムネイルを作りたいという時は、1280の高さ、720で設定してください。そして今回1280で高さ、720のサイズで、画像を作っていきたいと思います。でまずこちら、入力することできましたら、その他はそのままで大丈夫になっておりますので、作成を押してください。はい、そうするとこのような画面が表示されると思います。でこちらが実際のフォトショップのワークスペースとなっております。で、少しこのワークスペースの中で、どういったものがあるのかっていうのを簡単にご説明したいと思います。でまずこちらの上が、メニューバーと呼ばれるものですね。ファイルであったりとか、さまざまな詳細があるんですけど、はい、あと、ウィンドウとかですね、こういった詳細があります。で次に、ツールバーですね、こちらがよく使うものになっているんですけど、こんな感じで少しカーソルを持っていってあげると、こういう形の、ツールだよっていうのを教えてくれる、機能もありますので、結構わかりやすいと思います。はい、で次にですね、オプションバーと呼ばれるものですね、こちらがオプションバーと呼ばれるものになっているんですけど、こちらは、何か、テロップとかの、その文字のサイズを変更したりとか、ちょっと細かい部分を、調整することができます。でですね、このフォトショップもプレミアプロと同様に、この位置を変更することができたりするんですよね。こういうふうな形で、こういったのは後々でいいと思うんですけど、ご自身の使いやすい位置で、こういった、そのワークスペースを作っていくことができます。はい、であと、パネルというところですね、レイヤーというものがあったりとか、カラーがあったりとかっていうふうな、形になっております。大体はこのような構成になっているんですけど、まず簡単な、画像を作成していければと思うんですけど、こちらですね、ツールバーのところを、見ていただいて、この T のところを、選択してください。そしてこの、この部分の白いところで、こういうふうにちょっとこんな感じで行ってみてください。はい、そうすると、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、なんか自動で文字が入っているんですけど、こちらちょっと選択して削除していきますね。はい、でですね、
まあ、こちら、横書き文字ツールでこのような状態にすることできましたら、フォトショップと入力してください。でこちら英語のままでいきましょうか。はい、まあ、こういった形ですね。こちらを移動したいというふうになったときは、このツールバーのこの一番上ですね、移動ツールというものがありますので、まあ、こちらを選択していただけると、まあ、自由に変更することができます。まあ、さっきのこの横書き文字ツールの状態では移動することができないので、まあ、注意してください。まあ、少しこういうふうに移動することというか斜めにしたりとか行うことは可能になっております。でこちら自由な位置でいいんですけど、まあ、真ん中よりちょっとこの中心の部分より上あたりで、まあ、調整していただければと思います。でですね、こちらは再度選択していただいて、すべて選択していただいた後に、この上の部分で自分の好きな文字体に変更することができるんですよね。まあ、こういうふうな形であったりとか、まあ、少し太めにしたりとかっていう形ですね。まあ、何かその作りたい画像のイメージに合う、まあ、フォントを選んでいただければと思うんですけど、で、まあ、今回なんですけどちょっと開きの覚悟で設定していきたいと思います。こちらですね、まあ、少し太い文字で設定していただければと思います。ではですね、じゃあさっきの、まあ、こちら文字を例えば大きくしたいときはこの部分で、まあ、サイズを調整してあげることが可能になっております。まあ、こんな感じですね。大きくなってしまった時はなくなったわけではなくて、まあ、こういう感じでちょっと大きくしてあげると現れます。まあ、ただこんなにもサイズいらないので、まあ、今回は30ぐらいで大丈夫です。はいね、こちら再度色を変更したいというふうになった時はこちら選択していただいて、このメニューバーの部分でこちらカラーの部分を選択していただくと、このカラーピッカーが表示されますので、まあ、何かご自身が好きな色を選択してください。今赤にしたんですけどこういうふうな形になりました。まあ、今回まあ、ちょっと白で行いたいと思います。はい、まあ、白にしてしまうとちょっと分かりづらい形になってくるんですけど、まあ、次にですね行っていただきたいのが、はい、このレイヤーの部分でこのフォトショップという文字があると思うんですけど、まあ、こちらがまあしっかり、まあ、こういった形ではなくて選択されている状態でクリックしていただきます。で次にこのレイヤー効果っていうのをクリックしていただくと、まあ、このレイヤースタイルっていうのがありまして、まあ、こちらも様々な詳細がありますのでまあ、どういったのがあるのかなっていうのをチェックしていただきたいんですけど、まあ、例えばこういうふうにしていくと、まあ、この文字が、まあ、テンプレート化されておりますので変わっていきます。はい、まあ、こういうふうな形ですね。で、はい、であと、まあ、こういうような境界線ですね。まあ、こちら今、内側になっているので外側にしてあげると、まあ、この、まあ、テロップの、外側にこういうふうな枠をつけてあげることができます。はい、で、まあ、こちらはどんどん追加することができますので、まあ、こういうふうに、まあ、何か自分の好きな色を追加してこういうふうなテロップを作っていくことも可能です。はい、テロップというかテキストですね。はい、でですね、じゃあ、まあ今回はちょっとシンプルな感じで行いたいので、まあ、ぜひこういった形で見比べてみていただきたいんですけど、はい、で一番後ろにあるこのドロップシャドウっていうのを選択してみてください。まあ、こういった状態ですね。はい、まあ、こちらさまざまな所在あるんですけど、まあ、こちらと同じような設定で、設定していただけると問題ないです。はい、でこちらを、設定することできましたら次に OK を押してください。はい、まあ、このような形で少しこういったデザインのある、テキストを作ることができました。でやっぱりこのドロップシャドウをちょっと隠してみたいなというかやめたいなというふうに思った時はこの目の部分を、こういうふうに押してあげるとなくなります。はい、でこの部分もフォトショップの部分を、はい、非表示にしてあげると見れなくなっております。はい、で次にですね、であと背景の部分もこういうふうに目のマークを押してあげると、まあ、こういうふうに変わるんですけど、まあ、こちらで保存していただけると透明の素材として書き出すことができるっていうような状態になっております。まあ、今回こちら、つけた状態で行いたいと思います。はい、で今テキストを追加して、まあ、少し装飾をする方法をご紹介させていただいたんですけど、まあ、次に、まあ、何かこちらの、はい、フォルダを開いていただいて、この、まあ、素材をまあ、この使いたい素材を、まあ、ドラッグ&ドロップで入れてみてください。こういった形ですね。はい、で、まあ、離してあげるとこういうふうに自動で
こちらフォトショップに入ります。でこの、ま、画像を例えば全体に使いたいというふうになった場合は、ま、このところで、ま、サイズを調整することができますので、ま、このような形で位置を調整してあげてください。はい、でこちらですね。はい、まあ、そうするとこの画像を入れることができました。でやっぱりこのサイズもうちょっと下にしたかったなっていう風になった場合は、まあ、こちら選択していただいた状態で、はい、編集の自由変形というところを押してみてください。はい、そうすると、まあ、さっき入れた時と同様に、まあ、このような詳細が出てきますので、こちらで自由に変形することが可能になっております。ではこのあたりで OK とします。はい、でですね、まあ、この状態だったら、まあ、さっき入れていただいた Photoshop のテロップがまあ、テキストが表示されないっていう風な形になっているんですけど、まあ、このレイヤーの位置が今背景があって次に、テキストがあって次に画像があるっていう風な、状態になっておりますので、この、テキストを上にしてあげます。こういう風な形で、はい、そうすると、まあ、このような形で上に表示することができました。まあ、これがちょっとレイヤーのちょっと概念というのを把握しないと分かりづらいかもしれないんですけど、まあ、隠れている場合は逆にしてあげてください。はい、という形で、じゃあ次にですね、まあ、あと基本的にはだいたいこういった形で編集していくことはできるんですけど、例えばこういうような長方形ツールとか、まあ、こういったものがあるんですよね。まあ、こういった感じで編集何か作っていくことができるっていうような状態になってくるんですけど、この長方形ツールで例えばこういった形で行いますね。はい、でですね、じゃあこちらの色を変更してあげると、はい、まあ、こういうふうに、まあ、ちょっとデザインのある、こういった画像を作ることも可能になっております。でこちら、選択していただいたこのカラーをやっぱり変えたいなというふうになったときは、こちら選択していただいて長方形ツールを選択したまま、この塗りの部分で、はい、まあ、例えばこういうふうに変更することも可能になっております。でですね、じゃあ例えばなんですけど、まあ、ちょっとシンプルに作っていきたいなと思うので、長方形ツールで、このちょっとした枠を作ってあげたいと思います。でこういうふうにちょっとこんな感じで作っていきますね。はい、そうすると今こういう風な白い長方形が現れたんですけど、この、左の部分でこの、色をなしを選択していただいて、次に隣の部分で、こちら白を選択していただいて、こちらちょっと枠の大きさをこういう風に変えることができるんですよね。まあ、縁をつけることができるというような形になっておりまして、まあ、こちら、まあ、こういうふうな感じで、簡単に、まあ、サムネイル画像を作ることができました。まあ、というような感じで結構まあ、ご自身が、まあ、したいなんかデザインとかを、まあ、見つけて、まあ、そのデザインにするためにはどうしたらいいのかなっていう感じで、まあ、作っていくことが結構おすすめです。はい、まあ、というような形で、まあ、簡単に、サムネイルを作ることができました。ではこちらの画像を、保存していきましょう。こちらファイルを選択していただいて書き出し、そして、ピングとしてクイック書き出しっていうのを選択してください。そして、まあ、ご自身が保存したい、まあ、場所を、まあ、選択してあげて、保存名を書いて保存を行ってください。はい、そうすると、まあ、すぐに保存されておりますので、はい、こちらですね、保存することができておりました。こちら見ていくと、まあ、このような形で書き出すことができましたので、まあ、今、こういうふうに、まあ、サムネイル作成を行うことができました。まあ、こういうふうに簡単に結構サムネイルとかも作成していくことができますので、まあ、ぜひチャレンジしてみてください。はい、皆さん実際にこちらの画像を作ることできましたでしょうか。まあ、本当に冒頭でもお話しさせていただいたんですけど、まあ、すごく使う機能としてはそんなにたくさんないので、まあぜひこれからその画像のクオリティを上げていきたいっていうふうに思っている方は結構いいなっていうふうに思った画像を探してその画像を、作ってみるっていうことをぜひ行ってみていただきたいですね。まあ、こういうようなデザインとかもなんかセンスとかももちろんあるんですけど結構引き出しの
数っていう風な形になってきますので、まあ、いろんなパターンのなんかこう画像とかを作成していくと、なんか結構あの最終的にオリジナリティあるあの画像作成を作っていくことができたりとかしますので、まあ、ぜひいろんなその画像をまあ見つけて、まあ、フォトショップでまあどういう風に作ったらまあ同じようにできるのかなっていうのを、まあ、ぜひ行ってみていただければと思います。まあ、今回はすごくまあ簡単なフォトショップの使い方っていう風な形になってくるんですけど、また別の動画とかでもっと応用したところをあの解説させていただきたいと思っておりますので、またこういう風なデザインのスキルであったりとか、まあ、動画編集のスキルを身につけたいというふうに思っている方は、まあ、ぜひあのこちらの YouTube チャンネルの登録であったりとか、あとまあ LINE アットもやっておりますので、まあ、そこでまあ何 か, なんかこうお仕事の相談であったりとか、あのこの部分わからないんですけどどうしたらいいですかとか、あのそういったご連絡もお気軽にメッセージ送っていただければと思っておりますので、まあ、この動画を見ていただいた方はあのぜひ LINE アットの登録と、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。